プロ整体師がおすすめするいい整骨院、整体院の選び方をお伝えしていきます。はい、どうも、東大阪市慢性腰痛専門整体院のぞむの岡野と申します。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。今回ですね、ストレッチ動画とかではございません。何をしていくかというと、僕もですね、この業界で働き出してですね、何年かな、7年、8年ぐらいになるんですかね、ちょっと忘れちゃいましたけれども、その中でですね、実際僕が感じてきたいい整骨院だったりいい整体院の選び方っていうものをあなたにお届けできればと思います。なので、今回ですね、もう気楽に聞いてほしいなと思います。で、この動画をですね、なぜ出そうかなって思ったかというとですね、結構ですね、 YouTube のコメントであったりとかで多いんですけれども、どういうところに行ったらいいのかわからないだったりとか、もう今の時代整骨院整体院が多すぎてどこを選んだらいいのかわからないだったりとか、このまま治療を続けても良くなるのかわかんないです、どうしたらいいですかっていうコメントをですね、結構いただくことが多いので、この動画でですね、そういった方に向けて、何かヒントとなる動画を作ればと思って、この動画を撮らせていただきました。実際僕がですね、正直この業界に入った時っていうのは、何も分からなかったわけですね。どこがいいのか、何が悪いのかっていうのも正直分かんなかったです。で、ただこのですね、8年ぐらいですかね、働き出してですね、この業界入って感じたことをですね、ちょっと簡潔にまとめていきたいなと思います。基本的にこのいい整骨院だったり、そのいい整体院を基本的にですね、僕からすると、このいい整骨院いい整体院の選び方って何なのかというと、基本的に僕自身ですね、このいい整骨院いい整体院どうやって選んでるかっていうとですね、僕自身が通いたいなって思う整骨院ですね。これがまず一つ。もう一つは僕自身の周りの人、例えば、知人だったり友人、家族だったり、彼氏彼女奥さんとかですね、そういった方がもし痛み、腰の悩みだったりとか体の痛みで困ってる時に、こういうところ行った方がいいよって僕が自信持って勧めれるところです。ですので一般の方はですね、正直どこも一緒だと思うじゃないですか。だからこっちを行ってもなんかあんまりだ、あっちへ行ってもあんまりだだったりとか、どこがいいかわからないから結局行かずじまいで、なんかだんだんひどくなってきたっていう方がすごく多いんですね。まず一つ目お伝えしていきます。来院されてからのケースが多いんですね。ただ僕自身思うのはですね、まず電話対応ですね。電話対応の中であなたのですね、電話をした時に症状を聞いてくれてるかどうかっていうものはすごく大事になってくるんじゃないかなと思います。そういったところはいい整骨院整体院だなと思います。なぜかというと、例えば電話をしていついつ予約いけますかっていうふうに、もちろん患者様とかはね、言うわけです。で、そのまま、あ、分かりました、いついつお願いしますみたいな感じで予約を取ってしまう整骨院整体院さんも、実際いらっしゃいます。よりかはちゃんと電話の時点でですね、そこでですね、症状を聞いていただいた方が安心しませんか。例えば、あ、いつからちなみに症状出ておられますかだったりとか、どこが痛いですかだったりとか、今までどういった治療されてきましたかっていうのをちゃんとですね、電話の時点で聞いてくださる、整骨院だったりとか整体院、先生ですねの方が安心して通えるんじゃないのかなと僕自身は思ってます。なぜかというと、来院されてから症状を聞くっていうのも、もちろんあるんですけれども、その前に聞いていただいた方が患者様と先生のそのある程度信頼感がちょっと作れた状態で来院できるっていうことになってくるじゃないですか。プラスこの施術側、先生側からしても、あらかじめ症状をですね、ある程度把握しておきたいんですね。その方が説明もしやすいですし、あ、電話でですね、誰さんこうこうこうでここが痛いっておっしゃってましたよねっていう形で再確認を含めて初診で問診するっていうことをしていった方が、より深くですね、患者様の状態を聞けますので、こういった整骨院だったり整体院っていうのは僕はおすすめします。2つ目、これは電話が終わって実際 LINE された時ですね。 LINE された時にしっかりとですね、カウンセリング、要は問診ですね、症状の聞く時間をしっかりと設けてくださる整骨院整体院です。今も多分結構あると思うんですけれども、ダメなところっていうのはですね、例えばもう腰が痛いです、問診票書いてですね、右の腰が痛いですっていう風になったら、あ、分かりました、そしたらベッドうつ伏せ寝てください、これ最悪です。こういう治療院は終わってます。はい、なぜかというと、右腰が痛いしか情報がなく、そのまま多分右腰を治療するんでしょうけれども、そんなことしてたら良くならないですよ。だってなぜ右腰が痛くなってるのかだったりとか、あなたのその生活スタイルだったりとか体の動きだったりとかを確認せずですね、もうそのまま治療を直行してしまってます。なので、いい整骨院いい整体院っていうのはしっかりとカウンセリングで
あなたがいつ頃から症状が出てるのかだったりとか、どういう時が痛いのかだったり、今までどういう治療をしてきたけれども良くならなかったのか、こういったあなたの背景をですね、背景だったり症状っていうのをちゃんとお伺いするっていうのがいい整骨院、いい整体院だなと思います。3つ目、これはあなたの原因をちゃんと導き出してくれる整体院だと思ってます。例えば、まあ右腰でいきましょうか。右腰が痛いのは、例えば骨盤が、まあ、こう右に上がっててバランスが崩れてるから右に腰の痛みが出てますよ。で、なれば右腰を治すってことにはならないんですね。骨盤をこう戻すっていうことが根本治療になってくるわけです。なので、こういったちゃんとですね、あなたの体が実際どうなってて結果としてここに痛みが出てるのかっていうのをちゃんとですね、理論づいて説明できる先生は僕は信頼できます。だし、実際ですね、僕がですね、体悪くなった時を考えても、そういったなんか根拠に基づいて治療してくれないと納得できないですし、僕は受けたくないと思ってます。ただ闇雲に揉んでるみたいなイメージになってきますので、基本的には今言った3つがすごく大事だと思ってます。まとめとしては、1つ目は電話の時点で症状を聞いてくれるっていうことですね。2つ目は LINE の際にしっかりと体の状態を聞く時間を設けてくれてるかってことです。3つ目はちゃんとですね、あなたの体がどうなっているのか、こうこうこうなってるからここに痛みが出てますよと原因を断定してくれる先生が一番いいです。で、結構まあ筋膜リリースがいいのとかね、例えばなんだろうな、回路がいいのとか針がいいのとか、いろいろねあると思うんですね。治療の方法になってくるんで、僕自身は何がいいとかじゃなくて、正直どうでもいいと思ってます。なぜかというと、あなたの体が実際どうなってるかに基づいてそれを判別していかないといけないですよね。まずこの治療法がいいとかじゃなくて、あなたの体がこうこうこうなってるからこういう治療がいいんですよっていう順序だったら分かります。ですので、今回はですね、まあ、まとめて今の3つをですね、しっかりとやってくれてるかとか、今言ってるところはちゃんとやってくれてたのかだったりとか、これから行く人はあ、ちゃんと親身になって話聞いてくれるなっていうところがですね、僕はしっかりとですね、体を任せていいのかなと思いますので、まあこういったですね、プロからの目線をですね、ちょっと参考にして、今から行く整体院、整骨院だったりとか、今行ってるところから転院されるっていうのを考えているのであれば、ちょっと基準にしてやってみてはと思います。またですね、いろんなね、質問だったり要望というものをね、コメント書いてくださるとしっかりとですね、お答えしていきますので、もし不安な悩みや相談があればコメントしてください。あとですね、もちろんチャンネル登録、コメントもよろしくお願いします。高評価もね、してください。もしこの動画を見てですね、肩こりだったり腰痛だったりで悩んでる方はですね、LINE 登録していただくと、パーフェクトブックっていうのをプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。あとは無料のメルマガ講座もやってますんで、こちらの方もチェックしてみてください。あとはダイエットだったりでお困りの方も、しっかりとですね、無料プレゼント用意してますんで、受け取ってください。インスタ、フェイスブックもやってます。それではですね、今回ですね、いい整骨院、整体院の選び方をお伝えしていきました。参考にしていただければと思います。それではですね、本日も動画をご視聴いただきまして、本当にありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。